覧いただきありがとうございます。ラスタリーです。本日ご紹介するのはトリッカーズ M7384 コード版着火ブーツになります。当チャンネルをご覧いただいている皆様にはすでにご存知の方も多いと思いますけれども、言わずと知れたカントリーシューズといえば右に出る者はいないとも言い切れるようなブランド、それがトリッカーズですね。イギリス王室から御用達のロイヤルワラントも授与しているトリッカーズは英国を代表とする日本でも世界的にも知名度の高いブランドになっております。そのトリッカーズから今回は定番とは一味変わったお品が当店に入荷いたしました。それがこちらの、コード版チャッカーブーツになります。はい、コード版のチャッカーブーツといえば、こちらちょっと釣りが入っていますけれども、こちらのオールデンの1339、だったら1340の、チャッカーブーツのイメージが非常に強いかなと思います。おそらく透明から見たら、こちらのトリッカーズもオールデンと、一瞬思うかもしれませんけれども、はい、まあ、実際このような感じでサイドのこういう切り返しですね、はい、こちらとこちらオールデンですね。はい、こちらの、はい、サイドの切り返しのステッチとかもうり二つと言っても、いいかもしれませんね。はい、まあ、かなり意識して作られたのかなとは、なんとなく思います。しかしながらこのように1339と比べて正面から見てみると、コバの張り出しだったりとか出し縫いのピッチとか、ステッチのこのような、太さですね、はい、こういう感じの太さだったりがカントリーシューズを彷彿とさせて、よりボリューム感がこちらの方があるかなと、思います。ちなみにこちらのトリッカーズのコード版は近年はイタリアのコミペル社のコード版が使用されていることが多いので、こちらもおそらく、それかなと、思います。オールデンに、採用される4イン社の、シェルコード版のものと比較しますと、肉厚さという点ではやや劣るかなと、思いますけれども、発色の良い展開のカラーが多くて、繊細で色ムラが強いのが特徴かなと思います。ちょっと今、この室内ではあまり目立たないと思いますけれども、結構太陽光の下ですと、結構色ムラが、しっかりあったりします。はい、まあ、そういうところも楽しんでいただけたら、あ、こうすればちょっとわかりますかね、はい、こう見ていただけたら、はい、わかりやすいかなと思います。はい、あとこちらのお品の特徴としては、意外な点なんですけれども、指先周り、この前のバンプの、アッパーの箇所ですね、はい、はアンライニング、の仕様になっています。はい、指先周りはアンライニング仕様ですね。耐久性は内側に革張りを、しているライニングがあるものよりかは劣ってしまいますけれども、履き馴染みがいいのが特徴となっております。この屈強な見た目とは裏腹に、実は意外と快適というギャップが、なんというか惹かれるかなと思います。オールデンの、1339-1340 ではなくて、あえてマイノリティに、行きたい方にもおすすめですし、今まで、オールデンの、いろんなシェルコード版を、体験してきて、別のタンナのコード版も、試してみたいという方にもおすすめかなと、思います。はい、使用感について参りたいと思います。はい、こちらは当店での扱いでは、SA ランクという、ランクになっております。はい、使用回数は本当にわずかですね。はい、正直1回2回の使用ぐらいじゃないかなというような、具合となっております。はい、まずつま先の方を見ていきますと、はい、このような感じで全く減っているような、感じがございません。はい、はい、かかとも同様ですね。はい、このような感じになっております。ソールもこのようにダイナイトソールなんですけれども、はい、ここまで拡大しても、削れがほとんどない状態ですね。はい、非常に、使用回数が少ないことがうかがえます。履き地はもう、比較的まだ浅いような感じですね。左右均等に入ってるかなと思います。これ見ていただくと、はい、
左右差を目視する限りは、ほとんどないかなと思います。ちょっと今もしかしたら、若干こう左右差があるように見えますけれども、特にこれといって気になることではないかなという感じですね。はい、大きな傷なども特にない状態ですね。はい、こんな感じで非常に綺麗な状態を保っているかなと思います。はい、はい、サイズ感についてまいりたいと思います。こちらはどちらかというと UK サイズの表記というかは US サイズの表記の感覚に非常に近いかなと思います。はい、私がだいたい US7、まあ、オールデンで、バリラスト7あたりで履くことが多いんですけれども、正直ソックスをかなり厚手で履くのであれば、全然それでも、まあ、悪くないかなというような、ぐらいのサイズ感です。以上のことを含めますと、同じトリッカーズの定番モデルあたりと比較しますと、カントリーブーツ、4497S のラストですねを、UK7 ハーフだったりとか、バートン、タングツの方ですね、4444ラストを UK7 あたりで履く方が、先ほども申しました通り、オールデンのバリーラスト、私が7で履くんですけれども、もうハーフ上ぐらいの方が一番ジャストかなと、7ハーフぐらいからの方が、適合しやすいと思います。はい、その他サイズ感などにご不明な点がございましたら、お気軽に当店ショップページからお問い合わせくださいませ。こちらはメンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただけるようになっております。オールデンの1339、1340の場合、この状態なら、お値段ももっともっとしますけれども、こちらのトリッカーズの場合は探す方もそこまでは、多くないということもあって、お手頃の価格帯で、ほぼ1からエイジングが楽しめるかなと思います。はい、季節的にもちょうどお求めになりたいお品かなと思いますので、ご興味のある方はぜひお早めにご検討していただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。